1719年の今日は江戸幕府で老中を務めた田沼意次の誕生日。おっきいハッピーバー。商業を重視した改革で有名だけど、賄賂の横行などで状況が悪化して失脚しちゃったんだ。お代官様の好きな山吹色のお菓子です。お主も悪よの。本当にただの黄色いお菓子じゃん。でも美味しいな。でしょう。贈り物に最適なんだわ。くでたま YouTube 公式グッズもよろしく。